はいどうも、秋山隼人と申します。前回に続いて、今回は通販で模造刀を買った場合のメリット、これについて話していきたいと思います。前回店頭で購入する際にどんなメリットがあるのか、まあ、話してもらったと思うんだけど、今回は通販これ利用した場合はどうなのか、これについて話そうと思います。でね、通販楽だよね。今アマゾンでさ、何でも届くじゃん。今もう生活必要雑貨からさ、もう何でも、もうなんだろうね、アマゾン俺使ってるんだけど便利、本当に。でね、俺1本目は確かに店頭で、これね、金貞買ったんだけど、2本目はね、あ、これね、こいつは通販で買ったのよ。で、まあ合わせてなんだけど、まあ、刀袋もね、まあ、随分派手だね、これ派手なんだけど、こいつも合わせて買ったのよ。その時に俺何をちまえったのかね、社会人最初の給料でね、この金貞の木立を買うっていうね、まあちまえったね、随分。でね、通販で買う場合ね、まずクリックって、まあパソコンで俺当時買ったんだけど、まあ、スマホでもほら届くじゃん。で商品選んでさ、で通販の何がいいってさ、スマホ1個あればさ、たくさんの情報が入ってくるのよ。例えばさ、模造刀買うにしてもさ、下はいくらのがあって、高いのはいくらあってって、自分のさ予算と照らし合わせた際さ、一発で分かんのよ。まあ便利だよね。でね、何日本の絵買うときはね、俺通販でいいような気がするんだよね。でね、通販まあ商品さ、たくさんある中で選んでさ、通販で買わなかったとしても通販でさ、まあ、値段やっぱ頭にどんどん入ってくるじゃん。その際さ、それから、まあ、いくらぐらいのがあるんだろうって知識を得た上で店頭に行っても全然いいと思うんだよ。その方がさ、予備知識としてさ、まあ、これくらいからこれくらいの値段帯があって、このお店にあるのはいくらだっていうのがあるから、正直全然ありだと思う、予備知識として使うのは。でね、この通販で買った場合、まあ、確かにね、すぐに届かない。俺確か買った時ね、どれくらいかかったっけな、3、4日かかったと思うんだけど、まあでもね、まあ言っても3、4日ですよ。黙ってても届くのよね、やっぱり。当たり前っちゃ当たり前だけど、楽、ほんと楽でね、まあ届くじゃん。で梱包を剥がすじゃない。で、あのね、梱包材から剥がした時にね、開けた時の感動がね、まあえぐい、すごいね、あれは。でね、通販、まあ、買う際にね、もうこれを買うって決まってればね、全然問題ないと思う。俺もうさ、これ買う時に、俺刀掛けあるんだけどね、やっぱりね、刀と脇差し1本ずつさあった方が見栄えいいじゃない。だから俺ね、もう脇差し買うって決めたからね、もう決まってたのよ。で、やっぱりね、まあ一本ずつだってやっぱかっこいいんですよね。だからもう決まったから俺もう決め打ちで買っちゃったんですよね。だからもうそれぞれね、店頭で買うにしても通販で買うにしてもね、やっぱそれぞれメリットがやっぱりあるからね、自分の方をね、選んでほしいよね。まあとりあえず今回はこんなところですね。この動画見てちょっとでもいいなとか参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。最後まで動画見てくれてありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまた、ありがとうございました。